今回は、POG2024-25 から、ブリモル22年産2サイバー、最強世代説を、現役一口会員が勝手に考察します。なお、注意点はこちら。本動画には、個人的主観が多分に含まれます。現3歳世代のクラシックが本格化。この、21年産3歳世代、下馬評では、絆最強世代、と歌われていた。というのも、ノーザンファームを筆頭に、大手牧場の一流繁殖品馬が、こぞって絆と交配。結果的に、絆3歳世代は大活躍している。この一つ下、22年産2歳世代に、絆3歳世代にも劣らない、某、大手牧場が力を入れている3区がいる。その3区とは、ブリックス&モルタル。中でも注目したいのは、社大ファーム3ブリモル3区。なぜ注目すべきなのか、ガチ世代ポイントを4つ紹介。まずは簡単なプロフィール。アメリカの芝で活躍した、年度代表馬にもなったことのある実力馬。種付け量推移はこちら。初年度からずっと600万円キープ。社大 SS も評価に困っているかもしれない。主な代表3区に、イーグルノワール、アンモシエラ、ゴンバデカーブースがいる。ここからは、ガチ世代ポイント。一つ目は、血統登録頭数。初年度となる、21年産は、107頭。対する22年産は、なんと129頭。初年度より頭数が増えている。これはなぜか。答えは、社大ファーム代表、吉田照也氏が、ブリモル初年度3区を見て、出来が良い。これは走る。もっと頭数増やしたろ、という結論に至ったとかなんとか。結果的に、22年産の頭数は増えた。ここで、特に注目してほしいことが、社大ファーム生産馬の頭数。21年産は、27頭で、全体の 25.2% を占める。注目の22年産は、49頭で、全体の 38% に。これは本気出しすぎでしょ、と突っ込みたくなる。ちなみに、23年産の血統登録頭数は、78頭で、さすがの社大ファームさんも、自重した模様。これはガチやん。ガチ世代ポイント二つ目は、繁殖相手。アスクビクターモアの母、カルティカや、2年連続ブリモルを種付けした、サラフィナ。シャザーンの母、クイーンズリング。ライトクオンタムの母、イルミナントなど、そうそうたる顔ぶれ。明らかに、社大一流繁殖品馬が、ブリモルに全力投球している。これはガチやん。ガチポイント3つ目は、社大ファームの先行指数とも読み取れる、社大サラブレッドクラブ。22年産募集馬のラインナップを見ると、牝馬ながら、最高額タイの、アークシャルダーム。その募集価格は、なんと8000万円。こちらも牝馬ながら7000万円のスタードメイソンなど、高額馬多数。これは詰まるところ、出来に自信があるから強気な価格にしたのではないか、と考えてしまう。これはガチやん。ガチ世代ポイント4つ目は、大物馬主による爆買い。時はセレクトセール23。超大物馬主、金子誠ホールディングスが、社大ブリモル3区、テルアスワットをお買い上げ。その落札価格は、税込み2億3100万円。ちなみにセレクト搭載セール22でも、金子オーナーは社大ブリモルを落札。これは、意図的に狙っているのではないか、と考えるのは深読みしすぎだろうか。やっぱりガチやん。以上のことから、社大3ブリモル2歳世代は、最強世代になりうる器である、と個人的に結論付ける。ちなみに、動画主も、いち早く情報をキャッチし、某一口クラブで、
なんとか、謝罪、22年3ぶりモル3クイットを出資。とにもかくにも、22年3、2歳世代は、ブリモル帝国の樹立、それすなわち、謝罪ファームの復権となるのか、楽しみですね。以上、POG2024、25から、ブリモル22年3、2歳馬、最強世代説の紹介、でした。